キツケン。はい、羊コーヒーの森です。本日はこちら、お待たせしました、サンド系やっと届きましたので、こちらの、開封のレビューを行っていきたいと思います。こちらサンド系なんですけれども、今回買ったもの、ポケットブリックス&アシディティメーターマスターキットってやつを買いました。で、ブリックスってついてるんですけれども、一応簡易的にブリックスの値とサンドですね、こちら酸っぱさの値を、測ることができます。で、まあ、どちらも測れるんですけれども、ブリックスは従来の測定器の方が、コンマ1正確に測れますので、そちらを測定器としては使っていこうと思います。で、参考値でいい場合はこちらを採用していこうかなと思いますので、今後はそんな感じでよろしくお願いします。じゃあ早速なんですけれども、開けてみたいと思います。箱がですね、かなり高級感があって、ブリックス系も同じ素材の箱だったんですけれども、ブリックス系の時はすごいちっちゃかったんですけども、今回マスターキットを買ったのですごく大きな箱で届きました。開けてみたいと思います。まずは説明書。はい、というわけでこちらサンド系こんな感じですね。で、ブリックス系と同じ形をしています。で、コーヒーチェリーの絵が書いてあるんですけれども、こちらコーヒーチェリー用、要は果実用のサンド系です。おそらくですね、クロロゲン酸の酸っぱさ、サンドですねに、構成が、されるんじゃないかなと思います。で、この部分のですね、測定のパーツが少し違くて、糖度計は、まあ、光をこうペカペカとか当てる感じなんですけれども、まあ、少しこう電極があって電気が流れるような感じになっています。で、この下に、はい、ビーカー、プラスチックのビーカー、これ多分あの希釈用のビーカーだと思います。ビーカーと、はかりですね。で、今までのはかりよりも、さらにコンマ1正確に測れるはかりが届きましたので、まあ、今後こちらを使って、いって精度の高いものを出せたらいいかなと思っています。はい、で、今回導入するこのサンド系なんですけれども、サンドという値の説明を少ししておきたいと思います。で、サンドっていうのは、まあ、飲んだ時に酸っぱいと感じる、その酸っぱさの強度です。で、今までこの酸っぱさに関して、数値にするのがすごく難しくて、仮に pH という値を使っていました。で、 pH は、正確に言えば酸っぱさの値ではなくて水素イオン濃度になります。なので強酸であったりとか、pH の低い数値のものに関して言えば、サンドと結びつく場合が多いんですけれども、コーヒーは弱酸がたくさん含まれていて、有機酸であったりとか、分子量の大きい酸ですね、その pH でいうと弱酸に分類される酸味が結構多くて、そのため pH でうまいこと酸味の、数値っていうのが出なかったっていう問題点がありました。で、そこで今回これを買ったんですけれども、酸っぱさの強度は出してくれるんですけれども、一つ問題点があります。問題点っていうのは、このサンド系自体がコーヒーチェリー用だっていうところなんですよね。なのでコーヒーのカップ用ではないんです。ここに関して、事前に購入前にですね、愛宕さんに一度問い合わせたんですけれども、カップとコーヒーチェリーに相関性があるかどうかっていうのは分からないということでした。で、絶対的な値として使うのはちょっと難しいんじゃないかという、お話でした。ですので、羊コーヒーのコーヒー研究室はあくまでも相対的な値としてこのサンド計を使っていきたいと思います。どういうことかっていうと、例えば、このメーターで 1% で出たとします。そうするとカップに実際含まれている量が 1% ではない可能性があるっていうことですね。どういうふうに使うかっていうと、例えばサンプルを2つ準備して、浅入りと、深入りで、どうやら浅入りは酸っぱいから酸度が高く出るだろうって予測できると思うんですけれども、例えば浅入りで 1% 出ました、で、深入りで 0.6% 出ました、例えばそのような数字が出たとします。そしたらこの相対的な値、ここを得れればすごく参考になる値になると思いますので、そこを、このサンド計で求めていきたいと思っています。じゃあですね、今日は実際にコーヒーを1杯入れてみて、そのサンドを測ってみたいと思います。では、やってみますのでよろしくお願いします。はい、それではまずコーヒーを入れていきたいと思います。今日は、まあ、酸味が分かりやすいように浅入りの、イルガチェフェを入れていきたいと思います。で、レシピは、いつも通りですね、 12g の下に 150cc 落として、お湯の温度88度、
で抽出をしていきます。で蒸らしは20秒入れたいと思います。はい、入りました。それではまずですね、測定用の50倍希釈の溶液を作っていきたいと思います。まずコーヒーを 1g 入れます。はい、1g で、ここに、抽出で使ったお水を、50g 入れて50倍に薄めます。はい、50倍に薄めました。で、これの、酸度を測っていきます。なので実際に出る数字は、50倍に薄めたものだっていう前提で、お話しますのでよろしくお願いします。はい、それでは測定していきます。まずですね、こちら測定部をお水で少し洗浄したいと思います。はい、こんな感じ でまずゼロ合わせしていくんですけれども、上に何も乗っていない状態でゼロを押すと、3度のゼロ合わせをすることができます。はい、今ゼロになりました。で、この状態で、抽出に使ったお水を乗せて、はい、ゼロを合わせます。これで屈折率のゼロ合わせが完了します。でまず、最初に、希釈していない方ですね、抽出したコーヒーを測定します。はい、1.3 度出ました。でこの状態でもう一度洗浄して、次はですね、50倍希釈した方、はい、希釈した方を測定スタートします。はい、そうしますと、ブリックスが 1.3 で、酸度が 0.54 と出ました。以上で測定終了です。はい、測定終了しました。結果は、糖度が 1.3 で、酸度が 0.54 と出ました。でさらにですね、この R っていうボタンがあって、ここを押すと糖酸比って言って、糖度と酸度の比率っていうのを求めてくれて、まあ、多分こう果物とかだとこういう値が必要になってきて、糖酸比をいくつぐらいに持っていきましょうみたいな話があるんだと思うんですけれども、これがちょっと何に使えるかっていうのはまた今後のお話として、取っておきたいと思います。実際にですね、チェリーの、酸度の値がだいたい 0.5 から 0.6 ぐらいみたいなので、ちょうどいいところに落ち着いたのかなっていうような印象を受けました。なのでもしかしたら結構相関性があって、コーヒーの酸度を測る絶対的な目安としても意外と使えるのかもしれないですね。最近の実験で、うちで問題提起している、一つ大きなテーマがありまして、それが今回この酸度計の導入によって明らかになるといいのかなと思っております。どんな問題提起かっていうと、オペレーションを変えたりとか、抽出条件を変える、で味のバランスが変わる、例えば酸味があったものがなくなるとか、そういうことって起こるんですけれども、その時に、豆の量が変わらなければ酸味の絶対的な量って実は変わってないんじゃないかっていう、まあ、それは私がちょっとまあそうなんじゃないかなって仮定していろんなお話をしているんですけれども、まあどういうことかっていうと、酸味は同じ量ある、でも例えば温度を高くすると苦味がもう少し溶けるとかっていう状況 が起こると、相対的に酸味の量って減るじゃないですか。全体を100とした時に酸味の量って減っていく、なので味の印象が変わる。でもしですね、その前後で酸度が変わらなければそれって正しかったっていうことが言えると思うので、そんなところが明らかになっていったりとか、また違う真実が明らかになったりとか、そんな風に使っていけたらすごくいいのかなと思います。で最初はですね、そのあたりの検証から始めていきたいと思いますので、ぜひお楽しみにしていてください。では今日はこんなところで終わりにしたいと思います。失礼いたします。